ビートルズ、ピストルズ、オアシス、以下、コンビ。あれってクソだよな。そのクソみたいなヘルメットを脱げ。マンチェスターシティが優勝したらマンチェスターに戻る。ストーンローゼズのマニの隣の家を買ってクソ騒がしい隣人になるよ。フェンス越しに暴言を吐きまくるんだ。U2 のファンを見たことがない。 U2 のシャツを着てるやつも見たことないし、 U2 のレコードを持ってるやつの家に行ったこともない。あいつらのファンは一体どこから湧くんだ。オックスフォードストリートには一度しか行ったことがない。数年前、授賞式終わりだった。夜中の3時だったんだ。逮捕されたよ。俺は天国じゃなくて地獄へ行くだろうな。悪魔はいい服を持ってるだろ。で、神は何を持ってる？インスパイラル、カーデッツと修道女だ。クソすぎるだろ。もし俺がハゲたら二度と舞台に上がることはないね。ロックンロールの世界にハゲの居場所はないからな。ホワイト、ストライプス、クソくだらないね。24にもなって学校のネクタイ、最低最悪のクソだな。不快だから消えてほしい。髪型がムカつくんだ。ウラはほど最低でクソなものはない。奴らは嫉妬深いクソジジイだ。女ともろくにやれてないくせに。ジョージ・ハリスンはビートルズのソングライターとして未だに大好きだけど、人間的にはマジでクソ乳首野郎だ。もし会ったら直接言ってやるよ。乳首野郎って。ミューズはすごく怖い。クソを気味悪い奴らだ。でも人気はあるんだよな。ギターを弾いているうちはまあいいけど、歌い始めるとあ、クソ野郎がと思う。俺はステージ上でロビー・ウィリアムズの首を吊ってやりたい。あいつが俺に何をしたか。何もしてないよ。ただ吊るしてみたいんだ。俺は丸くなったよ。でもレディオヘッドやコールドプレイが好きになったってわけじゃない。事故にあっちまいと願うほど。憎んでいるわけではないけど、奴らのファンは退屈だしブサイクだし、楽しんでいるようには見えないね。レディオヘッドのクソレコードを聞いてなんだこりゃって思ったせ。俺たちの方がずっと優れてると思いたいね。だってあいつら木についての曲を書いてるんだぜ。樹齢千年の木だと。勘弁しろよクソめ。勝手にやってろ。クソなノエル・ギャラガーとクソなラッセル・ブランド、専業主婦のクソババア二人組。バンドをやってない時のノエルが好きだ。人間としてのノエル、俺の兄貴だよ。俺はあいつを心から尊敬しているし、あいつのためなら何でもする。でもこのクソビジネスの世界では奴は宇宙最大のクソ野郎だ。ポテト。ハイフライングターズ、日本語で空高く飛ぶうんこ。兄貴と喧嘩してずっと会話してない俺からアドバイスだって。舐めてんのかよ。